皆さんこんにちは、さいぐさこころです。今回はリンゴルフオープンの重大発表をしたいと思います。皆さんこれは楽しみにしていたのではないでしょうか。はい、リンゴルフオープン気になる。リンゴルフの参加者ですね、そしてルール発表していきたいと思います。もう詳しくはホームページとか貼っておくので、紙をルールもこの子たちがこの会場行くよも文章としてもしっかりホームページの方に残させてもらうので、取り急ぎ YouTube での発表になります。はい、まず9月25日太平洋クラブ白川リゾートに行くリンゴルフチームを発表します。まずゆっこで、私、みほちゃん、以上になります。この3人が太平洋クラブ白川リゾートに参加します。で次、10月11日ザ・クラシックゴルフクラブ、ここはなんとリサちゃんと私が参加します。いやでも九州でゴルフするのすごい楽しみですね。九州でゴルフしたことあったっけ。あるか、1回ぐらいありますかね。でもほとんどないのですごく楽しみです。で次、10月15日東名古屋カントリークラブ、ここはリサちゃん、ゆっこ、私行きます。はい、どんどん行きますよ。11月7日御殿場ゴルフクラブ、ここはゆっことみほちゃんが行きます。はい、で11月15日太平洋クラブ市原コース、ここはじゅんちゃんとあと2人かあと1人か、今ここを探っているところです。じゅんちゃんは行きます。はい、次11月26日 ABC ゴルフクラブ、ここは私、じゅんちゃん、りさちゃん、関西はこの3人で行きます。で12月15日のイーストウッドですね、ここは今決まっているのがゆうこですね。はい、あと誰か1人か2人かって感じですかね。以上になります。続きましてルールについて発表したいと思います。はい、リンゴルフオープンの今のルールで採用しようと思っているのは、競技らしさとプレーファーストのバランスを考えたゴルフのイベントにしたいなと思っています。まあ前も発表したんですけれども、スクラッチ、ハンデなし、完全ホールアウト、オケパットなし、ティーショットで OB と思われる際は特設ティーを使用する。次、距離計の使用は OK、 高低差も OK です。で成績の同順位は18番ホールからのカウントバックで、6番、スコア提出の方法ですね、これ多分新しいと思うんですけど、スコアカードに4人のスコアを記載します。でアテストエリアで大会専用のスコアカードに転記して同伴者のサインをもらって提出とします。以下プレイファースト、罰則を減らすことを目的として、今回リンゴルフでは2019年のゴルフのルール変わりますね、それを少し採用していきたいと思います。はい、ボールの操作時間は3分とします。今5分なんですけど、それを3分とします。これにより全体のプレーが速くなりますね。はい、一方で紛失球の可能性も含め、暫定球をプレーすることが増えることも予想できます。打ったボールが見つかるか怪しい箇所に飛んだ際は、なるべく暫定球を打つようにしてください。お願いします。膝の高さからドロップする、これも OK とします。今こういう風にポンポンみたいな、肩の位置みたいなあるんですけど、もう全然この辺にポンみたいな、ドロップみたいな、はいみたいな、はいみたいな感じで全然 OK です。はい、でサイドロップの処置等を避けることができるので、そういうことでね使っていきたいと思います。で偶然の不可抗力で二度打ちは無罰、パンパーンみたいな、パンパーンみたいな二度打ち あると思うんですけど、そういうのは不可抗力なので無罰とします。救済を受ける時のマーカーへの申告は不要です。今競技とかはマーカーさんお願いします、私は今から処置しますんで見ててくださいみたいな感じでやるんですけど、そういうのもいりません。自分で処置してって、不安だったら聞いたりとか、これ合ってますかとか全然いいと思うんですけど、基本的には自分でどんどんやってってください。で暫定球をプレーする場合は今通り暫定球をプレーしますと発言してから打ってください。
これが注意点になります。で、バンカー内のルースインペディデント、これ難しいですね。バンカー内の木の葉とか石とかですね、はい、バンカー内に結構危ないものがあったりするんで、硬いものとか、それはどんどん取り除いてください。無罰で取り除けます。安全も結構ね大事なんで、どんどん取り除いてください。で、ピンクラックを立てたままパッとすることができる。パッとしたボールがホールに刺さったピンブラックにぶつかっても無罰。ロングパットを打つ際に旗を持ってもらうなどの時間短縮に利用できます。はい、今はグリーン内に乗ったらピンフラッグ絶対抜かないと罰になるんですけど、2019にはならないということなので、外から遠い人からどんどん打っていただいてですね、もうピン刺してもまだいいですよみたいなの時あると思うんですけど、そういう時はどんどんやっていただいてお願いします。で、バンカー内のボールは2打罰でバンカーの外側後方にドロップしか触れすることができる。はい、これはもうどんどん利用してください。バンカーが苦手な方、結構顎の高いバンカーを会場によってはあると思うので、どんどんこれはドロップしてください。ロストボールかつ暫定球を打ってない時、2打罰でなくしたと思われる箇所からドロップする。はい、以上ですかね。このルールを、もう基本的には難しくないルールを採用して、基本的に早く進行するためにこういうのを採用していきたいと思います。以上になります。皆さん、会場に来る演者も決まったので、またこう応募したいなって思った会場があればどんどん応募しててください。ルールも朝もちろん紙も渡しますので、皆さんご気軽にご参加ください。ぜひたくさんのご応募お待ちしています。バイバーイ。 YouTube のこれ小さこっちの方が小さくなっちゃった。もうちょっと YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。